ああ、なんか面白いアニメないかなあ。どうしたんだい、霊夢。何かいいことでもあったのかい？アレクサ、おすすめのアニメを教えて。ちょ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 いちょい、待って、え？虫？だってどうせ、マリサのことだからどうせ、異世界転生の美少女動物園な、プロアニメでも進めてくるんでしょ？しっけいな。今日紹介するのは、会話が多くて暗くて、グロくて長いエロアニメ。化け物語だ。わあ。絶対聞きたい。それでは行ってみよう、ゴー。はあ。ノリノリで自作したお言わなくていいからそれ。化け物語は2006年に刊行された西尾維新のライトノベル、化け物語を原作とする新房秋雪監督シャフト制作のテレビアニメシリーズだ。メディアミックス化不可能とまで言われていた当作のアニメは2009年の深夜アニメ枠として放送されるや否や爆発的な大ヒットを記録し、同年のゲヨンを超えテレビアニメ史上最高の初動売り上げを記録した。すごく根強い人気を持つ作品なんだね。ああ、続編の制作だけでなく劇場版、コミックス化、ゲーム、パチスロなどなどいろいろな形で展開されている。それじゃあ次はあらすじを解説しようと思ったけれど、キャラクターの紹介を先にやる。はい。化け物後の登場人物は主に7人。まずは主人公兼ツッコミ役、私立直越高校3年生、荒良木こよみ、かっこ吸血鬼だ。待って待て、吸血鬼、主人公は高校生で吸血鬼なの？ああ、主人公の荒良木こよみは正義感が強く、困っている人を放っておけない、助けるためなら自分が傷つくことを厭わない、といった超人よしな性格で、高校3年生の春休みに瀕死の吸血鬼を自分が吸血鬼になることで助けたんだ。対人関係は基本的に苦手で、翼以外に友達はいない。本人によると。友達を作ると、人間強度が下がるから。だそうだ。戦場ヶ原ひたぎ、超毒舌でツンデレのメインヒロイン。過去のあるトラウマが原因で、ある事柄に関しては克服できていない。文房具で完全武装しており、ガードが固い。だから、絶対に何とかするから。少しだけそれは待ってほしい。羽川翼、サブヒロイン。小読みやひたぎのクラスの委員長。成績優秀、学年トップ、貧困法制で絵に描いたような優等生でメガネっ子。小読みにとって大切な恩人であり、たった一人の友人。小読みが春休みに遭遇した事件、傷物語の一部始終と顛末を知る。また、ゴールデンウィークに、触り猫という怪異に遭遇。中に人の来るこそうるさけれとは言うもののお前ではなし。推しのめめ、怪妖怪変化の類の専門家。金髪に金色の顎ひげ、右耳の逆十字のイヤリング、薄汚いアロハに便所サンダルといったいでたち。愛煙家で好む銘柄はハイライト。各地を放浪しながら怪異譚の収集をしている。何もかもお見通しという抜群の嗅覚を持ち、小読みを茶化しつつも助ける。持って回った言い回しや眼蓄の多い意見を漏出する姉は、お人いし。小読みはめめに対し500万円という負債を抱えている。そんな風に疑っちゃいけないよ。かわいそうだろ。でも、命の恩人のことをそんな風に言うなんて、君はとんだ恩知らずだね。星野忍、かつて小読みと関わった吸血鬼の慣れの果て。外見は8歳児ほどの金髪の少女で、頭にはヘルメットとゴーグルをつけている。小読みと彼を取り巻く人間たちに対して思うところがあり、一切喋らなくなっている。好物はミスタードーナッツ。化け物語は小読みと忍が和解に至り、それをめめが見届ける物語でもある。まないの、お前様よ、これ全部食べても良いのか。
良いわけないだろ。わけくじ迷い第2話、迷いまいまいに登場する迷子の小学生。髪型はツインテールで、いつも大きなリュックサックを背負っている。わざとらしい言い間違いが多く、その度に小読みにツッコミを入れられる。ヒタ、キや翼に対しては奥手かつえたれ丸出しの小読みだが、わけくじに対しては背後から抱えきつくなどしているせいでロリコン疑惑をかけられている。怒ると噛む。失礼、噛みました。違う、わざとだ。噛みまみた。わざとじゃない。頑張るするが、直江津高校2年2組の女子、ヒタ、キや翼とは中学以来の先輩後輩関係。バスケットボール部のキャプテンで驚異的な運動能力を持つ。毒舌家のヒタギとは逆に褒め殺しキャラ。下共に認めるエロ女子高生で露出狂疑惑もかけられる。自称100号 BL 大好きで美少女を見るとうずく。左腕に包帯を巻いている。ヒタギを心から愛して慕っていた。カンバルするわ。職業はアララリ先輩のエロ奴隷だ。それに対しては断固嘘をつけと言うぞ。ん、その声とツッコミはアララギ先輩だな。戦国なでこ、中学2年生。小読みのことは、小読みお兄ちゃん、と本人の了解の上で呼ばせてもらっている。極度の恥ずかしがり屋だが、小読みとイチャつくことに興味津々。また中学生とは思えない、ツッコミどころの難しいボケをかます。事件解決に際しては駿河にも世話になっている。卓球道みたいだった。にゃおー。なでこも通じるとは思わなかった。小読みお兄ちゃん、相変わらず面白い。で、張飛と吉の主人公が出会っていく、ヒロインたちが抱える怪異にまつわる悩みやトラウマに立ち向かっていく。というのが本作のあらすじだ。怪異？まあ、怪奇現象やお化け、化け物みたいなものだ。吸血鬼もその怪異にあたる。ふーん。でもあらすじだけ聞くとよくある感じじゃないかな。主人公が悩める少女たちのために化け物とか敵を倒して解決するんでしょ？いや、最終的にはヒロイン自身が自分で問題を解決するんだ。主人公はお手伝いみたいな感じでやることといったら、殴られたり蹴られたり校内をホチキスで止められたりボコボコにされるだけだ。なんだその主人公、かわいそうだな。主人公は吸血鬼だからちょっとやそっとじゃ死なないから大丈夫大丈夫。化け物語はキャラクターの掘り下げ学科。彼女たちが抱える怪異の原因は家庭のことや友達関係など身近な事柄が取り扱われているので共感できる部分も多いと思う。オチに病群的な意味合いも含まれていて、解決といってもしこりが完全にはなくならないなど、なかなかミリダーな後味の濃い作品となっているんだ。怪異の炙り出す彼女たちの過去や悩みは結構重苦しいものもある。なるほど、全体的には暗い感じなのかな。まあ暗いとは言っても笑えるギャグシーンもかなり多いよ。特に会話が面白いと思う。化け物後の大きな特徴として挙げるなら、間違いなく会話の中にあるだろう。その会話の多さから映像化不可能とまで歌われていたぐらいだ。ええ、会話って地味。ああ、会話のシーンはこの作品の大きな魅力の一つだが、結構好き嫌いが分かれる要素の一つだ。実際に見てもらおう。私が戦場ヶ原先輩の代わりになれるかどうかと。待て、この真相をはっきりさせないままに話を戻そうとするな。本当は吐いているのか、それとも本当に吐いていないのか、ちゃんと明言するんだ。そういう下痢た事情は発散しようではないか、ハリ先輩。些細なことだ。些細じゃねえ。僕の後輩がスポーツ少女か露出狂かの分水嶺だ。そうだな。ではこう考えたらどうだろう。スポーツ少女でもある、また露出狂でもある。スポーツ少女だと思うものにはスポーツ少女であり、露出狂だと思うものには露出狂なのだ。言葉で遊ぶな。丸丸でもありバツバツでもある。丸丸だと思うものには丸丸で、バツバツだと思うものにはバツバツだっていうセリフがかっこいいのは中学生までだ。お前は僕の妹か。あ、終わった。なんとなく分かってもらえただろうか。なんか変な喋り方だと思う。
回りくどいというか、でもテンポが良くって私はハマるかも。あとなんかちょくちょく画面に文字だけとか関係ない写真とか挟んでくるのも気になる。映像表現の面については後で話すとして、仲回しな言い方やテンポのいい会話だよな。現実ではもちろん他のアニメでは会話はできるだけ短く簡潔に行うのに対して、この作品は会話シーンですら大きな見どころなんだ。それと会話だけではなく、例えばある事柄について説明する主人公の一人語りのシーン。俺の気を継ぎは人形である。別の言い方をするなら人間ではない、人ではなく生き物ではなく尋常ではない。思い入れ、気持ち、それはひょっとして人形に感情移入するような気持ちだろうか。つくも神や俗に言うもったいないお化けなどはそうやって生じるものとも言える。万物に神が宿るという考え方、八百万の神という考え方は日本独自のものとも聞くが、しかし生物非生物を問わず人間以外の何かに対する感情移入は世界中にあるものだろう。だから怪異談は世界中で語られる、人間によって語られる。それはなるほど、納得できる話だった。そして今僕はまたしても人形のことを語ろうとしているわけだが、しかしいささか語りすぎた感もあるのも確かだろう。都市伝説も怪談考説も同等都説も、語りすぎればただの雑談と並んでしまう。おどろおどろしさも物々しさも消え失せる。一体いつまでこんなことが続くのだろうといささかうんざりもする。だがそんな気分は贅沢なのだ。いつまでも続くそんな贅沢がこの世に存在するわけがないということを僕は知るべきだった。いや、べきとかそういうことを今更言っても始まらない。どんな物語にもエンドマークは打たれる。これから語る人形の話は僕がそれを知ったという話なのだから、いやおうなく知ったという話なのだから、だからこれは終わりの始まりだ。荒谷小弓という人間が、荒谷小弓という僕が終わり始まる物語だ。これでも早送りで結構はしょって入るが、どうだ、なんとなく伝わったか。何々であり、何々であるみたいな感じでなんか長いなーって思ったけど、文章が頭良さそうでかっこいい。このアニメはずっとこういう感じだぞ。これらのような原作者西尾維新の作品の随所に見られる言葉遊びや特徴的な言い回しは通称西尾節と言われていて、同じセリフを多用し重みを持たせたり、夫婦漫才のようなテンポの良い掛け合いといった会話劇を楽しむことができる。アニメ版化け物語が評価された要因として大きいのは、会話ともう一つ演出にあるだろう。ショットの制作するアニメは特徴的な演出で有名だが、その演出が化け物後の世界観とうまくマッチしていて、監督の辛坊昭之と演出の大石達也の才能が顕著に現れてます。どんな演出、百聞は一見にしかず、まずはその雰囲気だけでも感じ取ってくれ。まず会話シーン、ただ見られるのがカメラワークを用いた演出。逆切れされた。ファンの間では尺度と呼ばれる、首を傾けて話すシーンがただ見られる。とっても美味しいのよ。本当にすごいのはここからだ。説明は見てもらうのが早い。そして目を背けずに目を開けて見てみよう。戦場ヶ原の母親が悪徳宗教にハマったのは、戦場ヶ原が小学5年生の時だったらしい。その頃戦場ヶ原はひどい大病を患った。娘の病気にあたり、戦場ヶ原の母親は心の拠り所を求めた。そして戦場ヶ原は大手術の結果九死に一生を得たそうだ。だがそれによって母親はますます宗教にのめり込んでしまった。戦場ヶ原は母親と不仲になったそうだ。中学生になってからはほとんど口を聞かなかったらしい。そして中学卒業を間近にしてことは起きた。その結果家庭は崩壊してしまった。破局した。そして戦場ヶ原は行き合った。一匹のカニに。なんか独特すぎて気持ち悪い。
このシーンはすごい。ヒロインの暗く重苦しい過去と、カイとの対峙を、ここまで不気味に表現できるだろうか。今見てもらってもわかるように、会話中や戦闘シーンを構いなしに文字を使って遊んだようなシーンが現れたり、サブリミナル的な技法も多々見られる。他にも劇団 N カレーというアニメーション作家ユニットによるコラージュを動かす映像を使ったり、目を見開いたり瞬きをするだけのカット、スモーモーションやカメラワーク、変なポーズ、違うタッチの絵などなど独特な映像表現を多用して我々視聴者を全く飽きさせない巧みな演出が施されている。癖が強いなぁ。まあこの辺で好き嫌いが分かれる。無論私は大好きだが、声優なんかは結構すごい人たちがやってるらしいぞ。その辺は正直詳しく分からんが、音楽は鈴宮春日の憂鬱などを担当している上前明氏が手掛けている。劇中の情緒感に深みを持たせるだけでなく、オープニングは各回登場ヒロインごとに用意されており、恋愛サーキュレーションなんかも有名だな。西尾維新原作、シャフト制作のアニメ、化け物語。それは原作的で、どこかアーティスティックな演出と重みを持った言葉遊びとそれを駆使して行われる、夫婦漫才のようなテンポの良い会話。これらの特徴的な要素でアニメの面白さの可能性を大きく広げた作品だった。怪異にまつわる各ヒロインたちが抱えるトラウマに対して主人公は共に立ち向かっていくが、最終的にはヒロイン自身が自分で問題を解決するという構図や、本作品でよく使われる言葉、人は一人で勝手に助かるだけという教訓は本作品の大きな主題であり、我々はこの作品から多くのことを学ぶことができる。各々が抱える怪異の原因は家庭環境や友達関係、人し我々にとっても身近な内容で、キャラクターに共感する部分も多い。ぜひ皆さんにも見ていただきたいアニメ作品の一つだ。以上、テレビアニメ、化け物語に関する解説でした。ご視聴ありがとうございました。